イブラヒム・モハメドソリは、モルディブの政治家、現大統領。ラストネームは、ディベヒゴ読みに習って、総理府と書かれることも少なくない。愛称は、イブー。13人兄弟の一人として、ヒンナバル島に生まれる。首都マレの名門男子校であるマジディア校を卒業。同校在学中は、スポーツなどの課外活動に打ち込む人気者であった。年、 30歳で地元のファーディポール干渉から国会議員に初当選。2003年から2008年にかけて、モルディブ民主党やモルディブ政治改革運動の設立に中心的な役割を果たし、新憲法制定や多党制民主主義の実現に寄与した。2011年にモルディブ民主党国会議員団長、2017年3月に、 国会の野党院内総務に就任し、2018年の大統領選では出馬を取りやめた現職のモハメド・ナシードの後継として野党連合から立候補。現職のアブズラ・ヤミー委員に約38,500票差で勝利したと宣言した。諸外国の関係者は当初、決選投票でヤミー委員が有利となるよう工作活動が行われ、 闇ンが再選される可能性が高いと見ていた。しかし、ソリの勝利宣言の数時間後、開票作業がほぼ終了した段階で、闇ンは国民に向けて演説し、ソリの勝利を認めた。大統領選では、外交政策、すなわち、闇ン政権の親中華人民共和国路線を継続するのか、それとも野党連合が主張するように、 インドや欧米諸国との関係を重視するのかが主な争点となった。ヤミーンの5年間の任期が満了した2018年11月17日、ソリはモルディブ共和国第7代大,大統領に就任した。民主的な手続きで選出された大統領としては、ナシード・ヤミーンに次いで3人目で、北部の干渉出身者が大統領となったのは初めてであった。 就任時の年齢は54歳で、これはモハメド・ワヒード・ハサンに次ぐ歴代2番目の高齢であった。2018年11月19日、ソリはモルディブがイギリス連邦に再加入することを発表した。モルディブは1982年以来英連邦の加盟国であったが、ヤ闇ン政権時代の2016年に脱退していた。モルディブの英連邦再加盟はソリが 大統領在任中の2020年2月1日に実現した。2019年10月21日に、芸品館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。少年期に、進学のためマレに移って以来、マレに定住している。ファズナハメド夫人との間に一男一女がいる。 元大統領のモハメド・ナシードは、ソリの親友で、かつ、ファズナ・プジンとイトとの間柄でもある。ありがとうございます。